夏木クロニクル。クロニクルモード。お前は自分で何をしでかしたか分かっているのか。有能な部下の反逆にしては目に余る行為だ。私自ら肩をつけてやる。これだけのことを起こしたのか。それにしてもただで済むことはない。観念したらどうだ。私は目が覚めました。もうあなたが RDF には従いません。見上げた限りマルーン司令。これだけのことを起こしたのだ。いずれにしてもただで済むことはない。観念したらどうだ。私は目が覚めました。もうあなたが RDF には従いません。見上げた限りならば全力で行くぞ。もうあなたや RDF には従いません。見上げた過去ならば全力で行くぞ。なんて攻撃と機動力。 RDF にこんな機体が。じけづいたか。機体の前では天魔師も出まい。なんて攻撃と機動力。 RDF にこんな機体が。おじけづいたか。機体の前では天魔師も出まい。私はどうなろうとも構わない。マーガレットが正しいことをしてくれる。アグニシャ幹部のビリジアンに立てついているあの小娘か。そこに座って責めてやろう。私はどうなろうとも構わない。マーガレットが正しいことをしてくれる。アグニシャ幹部のビリジアンに立てついているあの小娘か。そこにも座ってセブンティア生まれの新人どもめ。セブンティアはアグニシャと我々 MSS のものなのだ。分かっていないよ。セブンティアは何？シグニットが剥がされるだと。ここまで戦えるとは想定。機体の本領はこれからだ。もっともこの機体を開発した技術者はもうこの世にはいないがな。どこまでも非道な人。俺が見られることを光栄に思うがいい。どうだ、俺には耐えられまい。重力兵器実在していたの。引き込まれる。まだ落ちないか。その根性だけを